これでそう、こっから、名古屋方面に行かなかったから、もうこんな感じで、あのどこかからインターに入りますじゃなくて、もう自然とそのままインターってね、で名古屋方面、こっちからかな、大阪方面行ったら大変や、よし、でこういう行動なんです。で、間違って入ってしまったってなっても、まあどうせ無料の道路ですからね、原付とかだとちょっといけないかな、原付はね、無理ですからね、この国道でしょ。という感じで、これでぐーっと渡っていくと、これで本線合流して区側線になるんでね、よいしょ。でもあ、そうだ、ここはいいんだ、そのまま後半車線になるから、そう、天理東インターと入りやすい。意外とここの坂急ですからね。さあ、見えました。なぜか横にね、自動車が走ってますよね。おかしいですよね。これがオメガカーブです。要はあの真横になるところまでグイグイグイって曲がってくるんですよ。で、奈良市って言いましたよ。よいしょ。この辺りになると、市町村幹部の兼ね合いだったかな、奈良市になるんですよね。うわー、いやー、登れない。登らないよ。登らないし、あれ、パトカーに誰か捕まってるし、携帯電話かな、速度違反かな。ここで捕まえるって多分速度違反じゃなくて携帯だろうな。さあ、舞谷橋です。プラタイムダイブ、昭和のね、苦労感がありますからね。相変わらず結構ここ標高は高いんですよ。ここは景色がいいんですけどね。よいしょ、この辺りはね。さあ、後半車線も終わって、霧注意層、ここら辺ね、本当よ、明け方とか本当に霧出ますからね。よいしょ。さあ、あれも最近レモン色の、案内増えてるんですね。見やすいからなのかな。へえ。さあ、登り切ったところですからね、これはこれ景色はいいんですよ。こっち側はパーキングエリアがないんでね、止まることできないけど、反対側のね、天理方面に行く方だと、大阪方面の方だと、パーキングがエリアがあってね、絶景が眺めることができますよ。どんなあたりだろうか、屋久島市だから、この越えた先あたりにありますよ、インターがね、あー、パーキングエリアがね。ここですごいところですけどね。パーキングエリアの場所でしたかね。あそこにパーキングエリアあったんですよ。そこの反対側はね、あ、まだパーキングエリアのことですけど、一応こっち側にあったはずなんですけど、そこはね、もう本当に90度でね、直角でね、入ってて出入りするっていうね、もうとんでも構造したみたいですからね。入るのも出るのもなかなか決死の格好でいかないとっていう。反射線も増えますね。こっち側はずっとしばらく上り上りですからね。で、桜橋、いや、で、また天理市に戻るんですよね。面白い構造ですよね。この辺り入り組んでますんでね。
また下りに入ってくる。だからね、今度は大水気をつけないといけないんですけどね。これ、すでに。すでに怖いね。あれ、路線バスって今も走ってんのかな。嫌ですよね。あそこ止めて、あそこから出るのって、かなりしんどそうですけどね。谷まで5キロ。もうちょい頑張って、名阪の伊賀上野のドライブインまでは行きたいな。ちょっと一回休むか。27キロ。そうするとちょうど2時間ちょい走った計算になるんで。一回腰を伸ばそう。そしてそのスープを飲んだ歯に入って、山本宝で買ったペットボトルもう飽きそうなんでね。あとまあ喋ってますからね、言うて喉乾くんですよね。よいしょ。Thank you.
カエルちゃんも気になるところですけどね、忍者がお出迎えしてくれます。ここに男性使用して普通ね入ってくるとこあるんで気をつけてみながら、こんな感じで、レストランとかがあるんですよ。ここね、この前来た時はもう閉まってましたからあれですけど、いやこの前って言っても一昨日か金曜日の夜はねもう閉まってましたけど、今の時間帯やったらねまだ入ってはりますんで、よし、ちょっと降りてフレッシュエアを吸いましょう。さあ、ということでね、ドライブインも寄ってきましたけどね、あれなんですね、イートインのコーナーとかは6時でオーダーストップらしいですね、レストランも。ということでね、ちょっと食事はね、あれでしたし、まあ、夜食買ってあるんでね、もうライフさんで買ったんでね、まあ、なんとかなるのはなんとかなるんですけど、まあ、ちょっと小腹入れたらなと思ったんですけど、あ、そうか、もう閉まっとったかってことでね、まあ、お土産物コーナーも7時で閉まるよということでね、あとはもう自販機と、なんか、あれだ、橋でやってる食堂はね、ホルモンのおすみさんとか、中華料理屋さんも、はまだやってるのかな、電気ついてますね、っていう感じです。まあ、とりあえず自販機で、もうお茶だけちょっと買ってきてね。まあ、これでなんとか、なるのかなと。いう感じですね。ちょっと休んでから、もうここまで来たらね、帰り方も分かってますからね、大丈夫ですからね。ちょっとよく寝ようか。